文京区の根津では地域の魅力を再発見しようと区民などが参加する街歩きイベントが開かれました。風情ある街並みを残すため文京区では先月1日から根津の一部地域を根津景観形成重点地区と定め、木の風合いを意識した茶色の建築物を建てることなどを求めています。すべての建物について文京区にあらかじめ事前に協議をしていただいて、根津の雰囲気を壊さないような建物色合いだとかということをこちらの方と協議をしていただきたいということで指定をしております。今日は区民らおよそ30人が地域に点在する25種類の趣のある建築物や小物などを見つけに町へ。参加者は建築に詳しい引率の講師の話やお宝の一覧表を頼りに町歩きをしました。これ傘立てですか？これ雨が恋しいペンギンというふうに先生は。普段よく使う道や公園も注意深く見てみると新しい発見があったようです。こういう古い町が残っているのがすごく新鮮 で新築でもそういう景観を守っているのが分かって素晴らしいなと思いました。区では今後も地域住民と協力して景観を守る取り組みを進めていきたいとしています。